rucola とかイタリアンパセリとかズッキーニですね。それからフェンネルとか、鮮やかで綺麗なんですね。なんかそんなサイズになりましたね。サイズ何かといえば、そのブロッコリーというのは、ね、葉っぱがこのように元はないんですね。茎についてる裸で、それで刻みに入ってます。で、薄いですね。キャベツになるんですけども、それがヨーロッパのサボイカンナ。日本のキャベツはこのゴツゴツないんですよね。つるんですよね。日本の現代キャベツ。そうですね。いいですか。どうぞどうぞ、もう行ってください。いいですね。赤いトゲがね、扱いはね、トゲがない方がいいですね。糖度を上げるんですよ、わざと凍らないように。真冬にこうやって抜いて外へ置いておくんですよ。はい、乾杯。はい、乾杯。あの1ヶ月ぐらい放っとくとパリパリになります。パリパリになったやつはもう手でこうやってやるから。片手と。